はい、ピースケです。名所甲子園やっていきたいと思います。はい、最近ずっと生放送でやってるんですけど、今日はちゃんと動画方式でやろうかなと思っております。こいつ強いの？能力は高い。風速系か。ワンシーム野郎なのね。310。あ、別に強くないの。だったら樽本の方がいいよね。まあ、ほぼ一緒なんだ。こいつがアホなんだ。なるほど。はい。行きましょう。で、ウバル松倉。11さらば。47、44。まあ60は入れていいのか。はい、もういません。もういませんので、こんな感じでいきたいと思います。はい、行きましょう。急速うまいかな。とりあえずライジングショットと、なんだ、怪物球威。あとは、中之島関係か。ああ、いいっすね。筋力打撃に中之島と滝本。あとは、変化に樽本、もしくは守る、球速に守るがいれば、まあ、金徳関係ですね、は取れるので、ここを目指してやっていきたいと思います。最初はやっぱミッションですね。で、こっちからやろうか。あ、変化いますね。筋力もいるけど、はい、あ、変化うまい。どうですか今回は。どっちかな。滝本って守備もあったっけ。守備もあるね。君たちは呼吸ないんだよね。進むが2年目になっちゃうので、まあ2年目はかなり大変ですね。球界の頭脳が割と急務になるので。はい、スタミナ打撃でいいかな。で、まあ、1年目はとりあえず滝本でひたすら打っていくスタイルですね。あった、呼吸とかないよね。これ守備はあるね。ないね。じゃあ、怪物級位次第ではエースになれる可能性があるよね。はい、みんなか。
ントロール弱い。守備かな。はい。金島って守備もあるし走塁もあるので、すごくオールラウンダーで、ちょっと激励狙いでいきたいので、なんとか間に合ってほしいな。あざす。ああ、なるほど。走塁もいいけど。オッケー。で、樽本完了です。意外と順調。球速いきたいっすね。守るもまあまあ順調かな、これ見る感じは。ただ82足りるか。あ、もうライシングショット取れる。早いね。投手陣順調なのでいい感じかもしれないです。で、150強いね。で、今度はこっち行きたいね。金属たまたまミッションが偏ってたのでちょうどいい感じ。わーっと1足りない。あと1か、なんとかなんねえか。とりあえず1試合目いきましょう。頑張ってね。しっかりホームランを打っていたい。入れ。OK。なんとかなるか、このホームランだけど。おっと、全打席求める。入れ。オッケー、勝った。しかも速攻でアーチストつく可能性が。
ますよ。で、あ、取れる取れる、オッケー。2試合目にして、で、ここ取りたいな。これ作っちゃうか。あ、間違えちゃった。やべ間違えちゃった。地元で行きたかったんだけど。入れ。で、回ってきません。もったいないことしたな。ただ打てる。誰？中之島で多分打てないよな。打てるの？あ、まあ二塁だ、二塁だ。ないか。ちょっと点取ってお願い。ちょっと待て。あ、オッケー。何それ。ちょっと待って、逆に打てない。あ、分かった、嬉しい。早くね。で、あざす。こっち行きたいんだよね。電磁系いるかな。どうしよう、ここまだ使いたくない。とりあえず頑張ろう。滝本芸です主役は滝本。甲子園行きたいな。お待たせいたしました。お、いい、いい感じで。さあ、同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で滝本、第2球投げた、ボール。こうね、ボールがずれるんですよね。第3球を投げた、やばい。打ちました。センターへの打球、噛みました。これで2アウト、ランナーは一塁二塁、変わりません。カーズ追う展開で迎える4回です。ノーアウトランナー一塁という場面で、見て打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、レフト見ちょっと取られんのやつね。さあ、逆転のチャンスを迎えました。2アウト満塁という場面で滝本、打った、強い当たり、入れば逆転だ、さらに伸びていく、いけるぞこれは。攻撃に入ります。この回の先頭バッターは滝本。ここまで全打点を叩き出しています。満塁は偉い。第2球投げた、打った、これは強烈、さすがに打球はそのまま伸びていく、やばくよ、ダメを食った。この瞬間、おっしゃ、1年目からいった。これは
は素晴らしいよ。取れないか。スタミナ強い。元ゲーでしっかり買っていきたいと思います。ダンジョンってことは須藤か。弾が速い。なんで追い込んで投げました。あーっと、いったー一直線入った入った、ホームラン。点取られるな。リードで迎える3回です。先ほどスリーランホームランを放っている滝本、打ちました。痛烈、こいつがいれば大丈夫だと思う。伸びていったー、センター見上げた。ランナー遅れ。パワフル。リードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている滝本。もう第2球投げました。打ちました。ダメか。投げました。来た。いった。一直線。入った入った、入ったホームラン。そのさあ追加点のチャンスを迎えました。あ、降りちゃった。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で滝本、初球を打ちました。センターへのフライだ。取りました。あと二塁ランナータッチアップ、パワフル。なおもチャンスが続く。いいっすよ。一応守るがやられても樽本もいるので素晴らしい。お、うどもアーチヒゲット。うどは自分じゃなくてもいいのがいいですね。金属東条とか滝本は自分でホームラン打たなきゃいけないんですけど、誰が打っても OK なので、いきましょう。あ、円卓だ。まあでも絶好調にしてるのでいけるはず。お待たせいたしました。一番2回の裏パワフル攻撃に入ります。先頭バッターは滝本。パパか、それじゃない。ファール。第2球投げた。内角低め、直球は外れてボール。第3球を投げた。相手ボール球打った。
レフト前ヒット。スライダーかと思ったら逆だったけど、なんかヒットになった。滝本ナイスバッティングです。ただ点を取らないとやばい。パワフル大展開で迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面で初球打ち引っ張った。スタンドに入りました。ファウル。第2球投げた。膝元エクスカリバー外れてボール。第3球を投げた。ボール。2年目からエクスカリバー相手はきつい。第4球は打った。抜けろ。ライトへの打球。ライトバックしていった。掴んでこれで3アウトになります。パワフル。やばいな。展開で迎える7回です。バッターは滝本。決まった。ストライク。第2球投げた。見送ってボール。第3球を投げました。打ちました。これはいい当たり。あるか。さらに伸びていく。入った。あぶね。レフトを見送った。強い1本打てた。もう一丁もう一丁。ランナーがない。パワフル。何としても得点を挙げたい9回です。今日2本のヒットを放っている滝本。打った。これは強烈。いったー。これは俺の腕不足ですね、完全に。まあ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 、十分十分。徳本さんいきます。うう、応援ポイントが足りないのね。とりあえずプール。どうしようかな。はい。期待か。早え。おお。変化。ああ、ここいいっすね。大会か。で、この辺変えた方がいいんじゃない？あ、でも外野にいんのか。お前外野出る。お前外野出ろ。サード。サード裏切りの方がいいじゃん。
うわ負けた、やべ。もう守るあって、はい、滝本がある。オッケー、待って、ジムでもいいし、ちょっと待つか。これは変化、これで、あ、監督室じゃなくて立てれる、ね、はい、変化強いが、おお、いい練習。小筆欲しいな。変化、秋元守備連はもうないけど、小田切守備連、あ、でスバルか、で、どうしましょう。監督スタミナより守備だな。スタミナいいね。まあただ打撃の方がいい。よし、合宿。一人で燃えている。どっちかな。この島があんまり多分悩むな。この辺か。よいしょ。うどちゃんとかですね。よし、行きますよ。入るか。OK。
どちらもミッション自体はあるので、こうやって金徳取ってからこうやってやるとやりやすいかもしれないですね。すげえ打ちやすい。ナイスバッテン。こう打てば勝てるかな。いいっすよ。お、あぶね。もうちょっとやっぱ投手力しいちゃ欲しいかな。くれます。でそろそろこの辺も狙っていきたいんだけど、いっか。要点指導を取りたいですね。守備、守備、まだ燃えているが、守備、中の島と矢部が守備あるんでね、まあ、小筆がいると応援ポイント入るのでそれがいい。もうそんな溜まったか。よし、要点指導がいけます。溜めといていいかな。球速うまいな。行こうか。ミッション付きで。ゲドウ君いけるけど、まだいらない？いる？あー、でも2年目入ってからの方がいいか。北条たちに入らないもん。じゃあ適当にこの辺立てて。はい、スタミナ、やっぱ筋力だね。ああ、球速うまい、球速うまいが盗塁もうまい。なるほど。やべって肩とかあったっけ？肩はないんだね。不動守備、不動守備がある。滝本守備は終わってるような気がする。終わってるね。この辺のパワー。スバコン、スバコンがまだ。
はい、でグラウンド立てる。圧倒的系でいいかな、とりあえず。なんもないならここ行きたい。走塁も中の地もあるね。でもうすぐ、おー、いい練習じゃないか。センター行きましょう。スライダー入学式早いね。まだか。まだコントロール重い球くれた。そろそろ下道くん行く準備しといた方がいいね。盗塁投げ切ってあと何回。あ、まだまだか。じゃあどうしようか。あ、でも矢部も走塁連は行きたいんだよね。じゃあ応援ポイントもあるので、よし、東条が入ってきますね。進む、ここまでは確定。どうしようか。応援ポイントちょっと怖いんだよな。ブロンコ、まあいけるか。ブロンコで葵にしとく。機材効果悩むな。一人は入れててもいいようなピッチャーもいないし、鋼、葵、伸びくれるのはでかいよな。じゃあお前試しに入れてみよう。早っ。でこれで応援ポイント欲しいね。レベル上げたい子に頑張りすると。
なるほど。盗塁、盗塁かな。鎌狩りは肩とミートですね。野手メインにはなりそうだけど、どうしようかな。あ、ここからか。ここで一回行けば行けるかな。まあ、ただまだ行くほどじゃないので、ここで一回行ったら、あ、いいんじゃない。あ、でもパワー惜しいな。これで行けるね。アンダーロブ行ける。進むの筋力、パワーと呼吸練をかなり気をつけていかないと。球界の頭脳はね。あ、呼吸いいっす。あざ。だいぶ上がった。いいっすよ。スキル、経験玉、この辺も結構溜まってきてる。大会前に使おう。あ、補給かな。じゃんじゃんじゃん。はい。ああ、そんなのがある。あ、でも走塁かなこれ。矢部がもうすぐなく、あ、行ったね。矢部くんクリアでーす。ちゃんと76、名称ぐらいまでいけるかな。あ、でもスタンダード指導の方が嬉しかったり。
大会が近い。あー、こっち行こうか。名称まで取れなかったけどどっちがいいんだろうね。なんとも言えない。滝本さん、ミートいるね。コツが、でジム行きたかったけど行けないのでどうしようか。あー難しい。こっちか。よし。おー強っ。さすがに1000点はいくか。その前に伝授、キャッチャーまでつけれないよね。守る全部でいいよね。弾道を上げると、うん、誰がいる？1年中は2のやつで、2と到達。でパワー総力、やべ、守備めっちゃ上がるな。守備いいですよ。打たれ強さ、もう一球は取れないので、いっぱいつける。とにかく守るが持ってなければ守るで調子なんて、あ、こいつ調子極端持ってるね。まあ一応個性として捉えておこう。チャンスいっぱいあるね。
走塁、走塁、阿部比はいいかな、阿波比、広角3人素晴らしい。うど、ちょっと守りでいいか、流し、逆境、ローボー、エッスラ、エッスラ、スンディー、守備職押し、もう突入、こんな感じかな。49とか、これはするぜ、強い順に入れてこう。普通の正捕手だろ、塩山も入れとくけど、この差ならブロンコでいいかな。ピッチャー多いですけど、相変わらずこんな感じかな。で、千連集いくか、さすがに。あざす、はい、試合です。頑張れ。で、東条につけちゃいたいので頑張ります。いや、滝本とか自動で打ってね、お願いしますよ。本当にお願いしますよ。お待たせいたしました。チャンス。打順間違えたかな。大丈夫そうです。オッケー、入れ、いけるかな。何本打てばいいんだろう。中堅あざす、足りない、パワーヒがなんかつけれそう。どちらにしようかな。悩む、やべひ、待機ですね。で、打順ちょっと上げようかな。こうしよう。
佐伯がいる。入れ。わあ、めっちゃ打たれるな。めっちゃ打つな。満塁、ここで打てるかどうか。いけ。でもアーチスタオッケーっぽい。5本でいいので5本打ったね。あざっで弾道、あ、ここでかい。スピード欲しい。弾道上げれると。よし、頑張れ。どうしようかな、最後。登場でいっか。波動や。まあ、波動だったら逆に他のやつだと打てないからいいかもね。お待たせいたしました。共に。オッケー。カーブ同点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で登場。ボールがね ずれるんだよね、だいぶ。第二球。入れ。入れば逆転だ。打球はそのまま伸びていく。うわ、そっち。センターからセカンドへ。ちょっと足んないっていう。同点2対2。登場タイムリーヒット。カープリードで迎える3回です。先ほどタイムリーを放っている登場。どう入ったっけ。伸びた。伸びていった。波動、波動っていうか爆速って飛ばないんだよね。お、満塁。追加点のチャンスです。ワンアウト満塁という場面で登場。打った、これは強烈。さらに伸びていく。いけ。ホームランだ。6回の裏カープ攻撃に入ります。トップバッターは登場。今日6打点を挙げています。6打点挙げなかったら3人投げました。ジャストミート。全然試合も分かんない感じだった。登場、いい当たりでしたがセカンド正面。8回の裏カープ攻撃に入ります。この回のトップバッターは東條。今日6打点を挙げています。あ、第2球投げました。打ちました。痛烈。打球はそのまま伸びていく。見送った。ホームラン。オッケー、甲子園。こっから全勝したい。